イギリス海軍、王立海軍、王立海軍、ロイヤルネイビーは、イギリスの海軍、イギリス海軍、英国海軍などとも表記される。英語で特に国名を観さうたんに、ロイヤルネイビー、ロイヤルネイビーとする場合、通常イギリスの海軍を指す。ネイビーは、本来艦隊を意味する言葉であり、イングランド国王が保有する艦隊であったが、やがてイングランドの海上戦力にかかる。 組織全般を意味するようになった。ロイヤルネイビーの故障は1660年に与えられたものであるが、イギリスが連合王国となったのは1707年である。つまり、日本では1707年以前のロイヤルネイビーあるいはそれ以前のネイビーもイギリス海軍と表記しているが、これらは本来イングランド海軍と呼ぶべきものである。ロイヤルネイビーの故障は現役の水上艦隊。 サーフェイスフリート、潜水艦隊、サブマリンサービス、艦隊航空隊、フリートエアアームの3体の集合体を指す場合に使用される。また、それら現役の3体に加え、補助艦隊、ロイヤルフリートオグジリアリー、予備艦隊、ロイヤルネーバルリザーブを包括する概念を指す場合には、ネーバルサービス、ネーバルサービス、海軍の故障が用いられる。ただし、英語圏においても、 公式の文書等を極めて厳格にその概念を区分する必要がある場合を除き、ネーバルサービスを指して、ロイヤルネービーということが多い。また、いずれの場合にも名称に国名が含まれていないが、省略されているわけではなく、含まないものが正式名称である。王国の軍隊となったのは、イギリス軍の中で最も古く、19世紀の初めから20世紀中まで、世界でも、 屈指の規模を誇る海軍であった。基本的に各国の軍では陸軍が序列の最上位になるのと異なり、イギリス海軍は専人軍、シニアサービスとされており、形式的であるとはいえ、イギリス空軍とイギリス陸軍よりも上位の存在されている。1815年から1930年代後期までイギリス帝国の世界的な影響力を持つ組織として、 確立させる過程において最も重要な役割を果たした。第二次世界大戦では海軍は約900隻の艦艇を保有した。冷戦の間、主に対潜水艦船の艦隊に再編され、大部分はジャックギャップで警戒任務に投入された一方で、スエズドーランやフォークランドを紛争で見せた対外遠征能力を保持し続けている。しかし、21世紀に入って以降は、 ソビエト連邦の崩壊により対潜水艦船の役割が相対的に低下している。2017年現在、イギリス3軍中唯一核兵器を保有しており、航空母艦、ヘリコプター母艦、ドック型揚陸艦、弾道ミサイル潜水艦、原子力潜水艦、ミサイル駆逐艦、フリゲート、対機雷艦艇、哨戒艦、補助艦艇などバランスの取れた艦隊を構成している。 予算不足等により部位投力を含めた固定翼艦載機が退役し本格的な洋上航空戦力を欠いた状態が数年続より2017年12月には新空母が収益したものの航空機運用能力を獲得するのは2020年と予定されている。イギリスは島国のため海軍の歴史は比較的古い。海軍は帆船を主として用紙、 ガレー戦の類いは用いなかったようである。対外戦争でたびたび海戦を行っておりその多くにおいて勝利を収めた。世界のあらゆる場所でイギリスの艦船が行き交い世界一の海軍として並ぶもののない存在であった。第一次世界大戦から第二次世界大戦にかけては多数の戦艦を保有し世界各地に拠点を保有していたが20世紀後半には 植民地の独立と経済不況に伴い、その規模を大きく減じた。21世紀においては、軽空母を主力としており、戦略的な兵力投射能力を著しく減じていると指摘されている。最初の海軍は、9世紀にイングランドのアルフレッド大王によって設立され、プルックスガッターのワンツム海峡でバイキングを打ちまかしていたにもかかわらず衰退し始めたが、 アゼルスタン王によって復旧された。そして、九百三十七年のブルナンブルフ海戦で勝利したとき、イングランド海軍は、およそ四百隻の船からなる戦力を手にした。ノルマン侵入が迫っているとき、ハロルド二世は、ウィリアム征服王を防ぐため、自国の艦隊が海峡を渡っていると信じたが、ハロルドの艦隊は、嵐で損害を受けて、港に入っていて、ノルマン人は、 ヘイスティングズの戦いでハロルドを破った。1155年にノルマンディ公が互行動名を結んでいた船で海軍を作った。百年戦争の海戦時、イングランド海軍はフランス海軍に戦力で劣っていたが、1340年のスロイスの海戦においてフランス艦隊を一掃した。しかし、1372年と1419年の ナロシェル沖におけるフランスとカスティーリアとの海戦でイングランド海軍はかなりの損害を負った。そしてイングランド本土の港がジーン・デビエンヌ、ジーン・デビユンヌとフェルナンド・サンチェスで飛ばるファーネンド・サンチェスで飛ばーの指揮する艦隊の襲撃による被害を受けた。幸いなことにフランスは海軍力の戦略的重要性を理解していなかったため、正解権は まもなくイングランドの支柱に戻った。ケツチ王は500歩からなる艦隊を持ち、14世紀中頃のエドワード3世時代の海軍は約712隻の船を保有していた。16世紀にヘンリーパッセイによる最初の革命で王立の海軍、ネイビー・ロイヤルとして拡張が行われた。キャラックのグレート、ハリーとメアリー・ローズが建造され、1545年に ソレント海戦でフランス海軍と戦った。1547年にヘンリーパッセーが死去するまで海軍は58隻まで増強された。ヨーロッパの超大国であり16世紀において一流の海軍を持つスペイン帝国はイギリス海軍に対する優位とイングランドに侵攻するため1588年にオランダから無敵艦隊と上陸部隊を出撃させ スペインの目論みは、オランダの妨害とアルマダの海戦で、ドレークのリス遠征艦隊に撃破されたためついえた。また、エリザベス一世の統治中、大西洋を渡るスペインの船とスペインの港湾を襲撃、莫大な富を王室へもたらした。イギリス海軍は、誕生から存続し続けたわけではなかったが、イングランドでは17世紀中頃、チャールズ一世によって国家の資金で、 常備艦隊が維持されるようになった。しかし、このことにより国家の財政が圧迫されたことが新京都革命の原因ともなり、イングランド内戦でチャールズ一世が敗北したため、イングランドはオリバー・クロムウェルが統治する共和国なり、海軍も共和国海軍となった。海軍は議会の指揮、監督を受けるようになり、これは王政復古後も定着している。 ところが、内戦で分裂した海軍には、人材が残っておらず、やむなく議会派の大佐クラスの陸軍軍人を、ジェネラルアットシーに任命し、艦隊の指揮をさせた。その一人、ロバート・ブレイクによって海軍は再建されたが、この再建は、無計画な借金によって賄われており、その負債は、王政復古後も残ることになる。1660年、王政復古の宣言がされると、 ロバート・ブレイクの死後ジェネラル・アット・シーの筆頭格だったジョージ・マンク将軍、後の初代アルベマール公が応答派に転じ、公認のジェネラル・アット・シーであるエドワード・モンタギュー、後の初代サンドウィッチ伯爵に対し艦隊を率いて、国王を亡命先のオランダへ迎えに行くよう指示した。モンタギューは、この頃地方に隠遁していたが、当時モンタギュー家の執事だったサミュエル・ピープスをロンドンに残し、 彼を通じて議会の動向を把握しており、マンクの指示に従ってイングランド艦隊を掌握し、オランダからチャールズ二世を連れ帰った。このようにイングランド海軍は王政復古に際し、全艦隊を挙げて王党派に転じたことで、チャールズ二世によってその忠誠を称され全幅の信頼を得、ロイヤルの称号が与えられて、ロイヤルネーへ国王の海軍となった。ピープスは、 王政復古後、長官屋といった公職を歴任し、議会によるコントロール下の海軍の制度を整備し、共和国時代の不妻解消に努めた。そのため、彼はイギリス海軍の父とも呼ばれている。第二次と第三次英乱戦争において、イギリス海軍は敗北した。その後、緩やかに世界で最強の海軍へと発展していったが、18世紀前半になると、 イギリス海軍は他国の海軍に比べて財政的問題が深刻化、活動と管理に悪影響を及ぼした。しかし、イギリス政府は再建を通して海軍に融資する方法を編み出し、資金を得たイギリス海軍は他国の海軍に対処する封鎖の戦略を開拓し始め、常に高い式、優れた戦術と戦略の段階的発展、多量の資源に支えられた。 1805年から1914年まで、ブリタニアは太陽を制した、ブリタニア・ルール・ザ・ウェイブス、派生して、ルール・ブリタニアの死、愛国家として知られるという言葉通り、世界中の海で圧倒的な支配力を持った。1805年以前もイギリス海軍の戦略的な失敗は、アメリカ独立戦争中に行われた1781年の、チェサピーク湾の海戦だけで、この時は、 有能なコント・ド・グラス、コモット・でグラスの指揮するフランス艦隊に敗北した。イギリス海軍の水兵がライミと呼ばれることがあるが、これはビタミン C 不足による解決病を防ぐ目的で、この時代に彼らにレモンやライムを支給するようになったことに由来する。ナポレオン戦争開戦時にはイギリス海軍の能率はピークに達し、すべての海軍に対して、 優位を占めるに至った。エジプトシリア戦役では当初フランス軍に遅れを取った大仏大同盟側がナポレオン伊藤をくじくことに成功したのはナイルの海戦での勝利をはじめホレーショネルソン提督率いるイギリス海軍の活躍あってのものであった。さらに1805年10月21日のトラファルガーの海戦ではフランス軍によるグレートブリテン島本土侵攻の危機を 打ち払う偉大な業績を挙げた。数も少なく船も小型であったが、ネルソン教式下の熟達した艦隊は、彼自身の生命を引き換えに、フランススペイン連合艦隊を相手に決定的な勝利を手にした。トラファルガーの勝利は、ヨーロッパ諸国の政界権に勝るイギリスをより有利な立場にし、イギリス海軍は政界権を握ることで、必要な時に必要なだけの兵力を、 世界中に展開する戦略を確立していた。これは七年戦争を含めて19世紀の間に行われたイギリス帝国の建設で効果が証明された。ナポレオンはイギリスの政界権と経済力に対抗するためイギリスと取引するヨーロッパの港を閉鎖した大陸封鎖令また多数の市略船を認可しフランス領の西インド諸島から 西半球のイギリス商船に圧力をかけた。イギリスは、死略船のために、貴重な戦力を割くこともできず、そもそも大型な船は、快速で、機動力のある死略船を追跡して撃破すには、効果的ではなかったため、小型軍艦を建造して対応することにした。イギリス海軍は、伝統的なバーミューダ様式のスループホブネを発注し、その他にも多数の小型軍艦を用意した。 ナポレオン戦争中の1812年にアメリカ合衆国がイギリスに宣戦線布告してカナダに侵攻し米英戦争が勃発した。より巧みに設計されたアメリカのフリゲートはイギリスの軍艦より重いにもかかわらずより快速であった。そのため幾度かイギリスの軍艦が敗北を被ることがあり海軍本部はフリゲートとの交戦を禁止するほどであった。また、 アメリカの死略船による被害も深刻であった。しかし、イギリス海軍は徐々にアメリカの海上封鎖を強化していき、実質的にすべての取引を阻止した。アメリカ海軍のフリーゲートも港に止まるか、ダホの危険を犯すことを強要させた。第一次大仏大同盟の結成以来、1815年に、 ナポレオン戦争が終結するまで、イギリス海軍は344隻の船の10万3660名の船乗りを失った。この損害は、民間の船乗りの海軍への強制帳簿や、犯罪者にペナルティとして海軍への入隊を命じることで、補填された。19世紀の間、イギリス海軍は、海賊行為を抑えるため、強制的な奴隷売買の禁止を行い、 世界地図を作り続けた。現在もアドミラリティチャートが存続している。海図作成の過程で海域や海岸の調査の任務も行い、チャールズ・ダーウィンは測量帆船ビーグルに乗って世界中を回り、航海中に行った観察の過程で進化論を導き出した。極地探検もナポレオン戦争後の比較的平和な時代のイギリス海軍が熱心に取り組んだ事業であり、 北極圏を通る北西航路の遠征、フランクリン遠征など、や南極大陸への遠征、ジェームズ・クラーク・ロスの遠征や、ロバート・スコットが南極点を目指したテラノバ遠征など、が海軍により組織されたが、多くの困難に直面し犠牲を出した。イギリス海軍での生活は、今日の水準と比較して厳しかったと言われている。規律が厳しく、戦時約に服従させるため、 鞭打ちが用いられた。法律では戦時に海軍の人員が不足した際は徴兵が認められていた。この徴兵の方法は、徴母官と兵士が対象者のところに突然現れ、令状を突きつけると有無を言わさず、基地に連行してしまうといった逮捕まがいの強制徴母であり、評判が悪かった。しかし、大半のヨーロッパ諸国とは異なり、イギリスは、 常備軍が小さかったため徴兵を実施する必要性はむしろ低く徴兵は18世紀と19世紀の前期こそ多かったがナポレオン戦争の終結とともに廃止されたイギリス海軍は世界海軍力第2位フランス海軍と同第3位ロシア海軍の艦隊戦力を合計した数と同等以上の戦力を整備するという二国標準主義が採用されてきた これに基づき、19世紀末までに、イギリス海軍は、ロイヤルサブリン級戦艦といった強力な蒸気機関を持つ、新型戦艦を建造し、強大な海軍力を維持し続けた。しかし、膨張した戦力は順調な世代交代を困難にし、旧式化した戦艦、数十年ほど経過した小船も数多く残していた。第一海軍卿のジョン・アーバス・ノット・フィッシャーはそれらの、 旧式化した艦船の多くを退役させるか、廃棄させることで資金と人材を生み出し、心臓館の建造を可能にした。特にフィッシャーはすべて大きい方で統一するという海軍史に最も影響を与えた戦艦ドレッドノートの開発に尽力した。また、ビッカース社のジョン・フィリップ・ホランドが設計した潜水艦購入し、潜水艦の導入と艦船の燃料を 石炭から重油に切り替えることも奨励した。燃料の切り替えは、実験とパーソンズが開発した、新式の蒸気タービンによって、速度と航続距離の向上につながった。エクセレント、HMS エクセレントの艦長パーシー・スコット、パーシー・スコットは、新しい砲撃訓練の計画と、中央射撃管制所を導入した。これは、命中精度の改善と、 効果的な戦闘ができるようになった。イギリス海軍は第一次世界大戦で食料、武器、原材料をイギリス本国に供給し続けることとドイツの無制限潜水艦作戦を任すのに不可欠な役割を演じた。ドレッドノートの進行に伴い土球戦艦の時代が始まった。ドイツ海軍との喧艦競争によりイギリスはフランスとロシアに接近して 植民地をめぐる対立を解消した。第一次世界大戦で、イギリス海軍のほとんどの戦力は、ドイツ海軍の太陽艦隊を相手に、決定的勝利が得られる地点に引き込むべく、本国のグランドフリートに配備された。ドイツ海軍との決戦こそなかったが、ヘルゴランドバイト海戦、コロネル沖海戦、フォークランド沖海戦、ドッカ・ーガーバンク海戦、ユトランド沖海戦など多くの海戦で、 ドイツ海軍と戦った。特に最後のユトランド沖海戦は最も有名な海戦で、イギリス海軍は損害を代償に太陽艦隊が二度と出撃してこないという戦略目標を達成した。1922年に個々の艦船の排水量と艦光の光計を制限するワシントン海軍軍縮条約が5カ国で締結された。第1次大戦終結直後であったことや、 世界恐慌の影響を受け、イギリスでは第一次大戦時の主力艦を廃棄し、口径が15インチ以下の艦船の建造計画を中止することが決定された。排水量4.8万トン、18インチ砲球門の n 3型船艦と同量の排水量と16インチ砲球門装備を予定した G3 型巡洋船艦がキャンセルされた。また、大型軽巡洋艦のグローリアス、 カレージャス、フューリアスが航空母艦へと改装された。1 9二十年代に新しく艦隊に加わる艦船は、ネルソン急戦艦二隻、カウンティ90巡洋艦十五隻、ヨーク90巡洋艦二隻など最小限に抑えられた。1 9三十年のロンドン海軍軍縮会議では1三十七年まで主力艦の建造を延期し、巡洋艦、駆逐艦、 潜水艦に対する制限が見直された。国際艦緊張の増加に伴い、1935年に第二次ロンドン海軍軍縮会議が開催された。1938年までの制限を設けられたものの、実際はないがしろにされ、海軍拡張の求心を止めるには至らなかった。それにもかかわらず、イギリス海軍は排水量3万5000トンに14インチ砲を 装備したキング・ジョージ5星級戦艦をはじめ、空母、アーク・ロイヤル、イラストリアス級航空母艦、タウン級系寿命艦、クラウンコロニー級系寿命艦、トライバル級駆逐艦など再軍備は制限に基づいて行われていた。新造艦に加え、旧式戦艦、巡洋戦艦、重巡洋艦に対空火器を増強する改装も行われた。結果、 第一次世界大戦時の老朽艦、条約制限に固執した設計と無制限過後に設計された戦艦機の建造艦などからなる混成の艦隊のまま第二次世界大戦に参戦した。しかし、旧式艦は第一次世界大戦時と比べて小型で旧式であったが強力な存在であった。イギリス海軍は第二次世界大戦でも オーストラリアなどのイギリス連邦諸国や植民地、同盟国のアメリカなどから食料、武器、原材料をイギリスに供給し続けることと大西洋の戦いにおいてドイツの無制限潜水艦作戦を任すのに不可欠な役割を演じた。またビスマルク追撃生やタラント空襲において空母が海戦において大きな影響力を持つことを自ら証明し、その戦略は 大きな転換点を迎えることになる。第二次世界大戦の初戦から、イギリス海軍は、ダンケルクやクリタからの撤退時のように劣勢であれば、非護を提供した。巡洋戦艦、フットが、ドイツ海軍の戦艦、ビスマルクに撃沈された時や、マレー沖海戦で戦艦、プリンス・オブ・ウェールズと巡洋戦艦、レパルスが、日本海軍の航空隊に撃沈された時は、 海軍の威信に対する打撃は大きかった。政海権を維持するためには、北アフリカ上陸、シシリー島上陸、ノルマンディー上陸のように陸海空共同作戦が不可欠で、空母が主力艦となったのは明らかであった。ヨーロッパ大陸へ連合軍の上陸後、海軍はスヘルでの戦いのような海岸近くの戦闘で火力支援する程度まで役目は減った。大戦終結後、 イギリス帝国の衰退とイギリスの経済難は、イギリス海軍に規模と能力の縮小を強要した。そして、より強力となったアメリカ海軍は、世界的平和を維持するため、イギリス海軍の役割を築いた。しかし、ソビエト連邦の脅威と、世界的なイギリスの責任により、海軍に対する新しい役割が生まれた。1960年代に、最初の核兵器を導入し、 その後しばらくして、核抑止力の維持に責任を、ようになった。この新たに始まった冷戦へ対応するため、国防政策は切り替えられ、各海域の艦隊が再編された。1967年には、スエズ遺政を西方艦隊、スエズ伊藤を極東艦隊に改編し、冷戦後期には、北、大西洋で、ソ連の潜水艦を撃沈するため、イギリス海軍は、 対戦空母と小型の駆逐艦とフリゲートで編成された。しかし、対戦後にイギリス海軍が行った最も大規模な作戦はソ連やその同盟国との交戦ではなく、同じ西側諸国の一国であるアルゼンチンに対してであった。1982年に南大西洋に位置する植民地であるフォークランド諸島の領有をめぐり、 アルゼンチンとの間に勃発したフォークランド紛争では勝利に貢献し、イギリス本国から約1万 3000km も離れていても戦闘できることを証明したものの、アルゼンチン空軍機の巧みな攻撃により、駆逐艦2隻やフリゲート2隻をはじめ、民間徴用船など多数の艦艇を失った原子力潜水艦、コンカラーはアルゼンチン海軍の巡洋艦。 ヘネラル・ベルグラノを撃沈し、史上初めて実戦において戦果を上げた原子力潜水艦となった。この紛争は空母と潜水艦の重要性の強調だけでなく、20世紀後半においてもイギリス海軍が民間船の調達に依存しているという問題を露呈することとなり、また、駆逐艦2隻、フリゲート2隻、揚陸艦1隻、 運搬空母として使用されていたコンテナ船1隻の軽6隻をも失い、他の艦艇も多くの損害を受けたことから、マレー沖海戦で日本軍機の攻撃により戦艦2隻を失った悪夢の再現とまで言われることとなった。イギリス海軍は冷戦の終結後、政策転換により紛争に対応するため、航空母艦を世界各地に展開させることを要求された。 また、駆逐艦やフリゲートは、海賊行為に対処するため、マラッカ海峡や、ホーミサキに配備する必要があった。これを受けて、イギリス海軍は、北、大西洋に基地を置く対戦警戒を主任務としていた艦隊を、遠征向けの艦隊にするいくつかの再編成計画を1990年代から実施した。2000年代には、ホークランド諸島を中心とした南大西洋の警備、北、 大西洋ではカリブ海からアフリカ西部への巡航パトロール、地中海へは NATO の一員として艦艇を派遣、アラビア海とインド洋ではイラクアフガニスタン中流部隊への支援とテロ警戒、極東にもフリーゲートを派遣している。2017年7月27日にイギリスは南シナ海に航空母艦の派遣を示唆している。また2018年8月31日には アルビオン級揚陸艦一番艦、アルビオンが南シナ海を航行する海洋の自由、航行の自由策を実行するなど、東南アジア諸国からの反発を招いている中華人民共和国の人口等建設に反対の動きを示しており、同地域に積極的に干渉している。緊縮財政に対応するため、2010年のストラテジックディフェンスセキュリティレビューでは、 大幅な軍縮が行われることになった。海軍においては人員を5000人削減し3万人規模に2014年に退役する予定であった。アークロイヤルは直ちに退役。すべてのハリアー E も直ちに退役。イラストリアスはヘリ空母に転換した後2014年に退役。オーシャンはこの時点では維持することになった。また、4隻の戦略弾道ミサイル潜水艦は イギリス唯一の核戦力として引き続き維持し続ける方針で、クイーンエリザベス級航空母艦と7隻の足中と旧原子力潜水艦は計画通り建造される。2015年10月時点のイギリス海軍は11隻の原子力潜水艦、4隻の戦略原戦と7隻の攻撃原戦、19隻の水上戦闘艦、6隻の 駆逐艦と13隻のフリゲートを含む艦艇及び航空機と海兵隊から構成されている。緊縮財政の流れを受けて以前より艦隊の規模がかなり縮小されたが地球規模で展開できる世界有数のブルーォーターネイビーである立場には変わりはない。イギリスの法令はすべてのイギリス籍船舶を海軍に徴用できる。 権限を政府に与えており、戦時の海上輸送システムは万全である。ただし、長年の予算削減によって、イギリス海軍は自国を紹介できる程度の規模にまで削減されているとの指摘もある。1988年には、対時 EDP 比4.1%だった。海軍予算は、2010年には2.6%にまで削られている。また、 2000年の時点で3万9000人だった海軍将兵は2015年には2万9000人にまで落ち込んでいる。イギリス連邦加盟国であるオーストラリア海軍、カナダ海軍、ニュージーランド海軍、インド海軍に対して同系艦や旧式艦を売却、譲渡しており、かつて植民地であった国々と軍事的に結びつが強い。イギリス海軍には 海軍機とシップスバッジ図の使用に関して、正式な習慣と伝統が存在する。公開中の時と港では、海軍艦艇はいくつかの海軍機を掲揚させる。収益した艦艇と潜水艦は、日中の間、ホワイトエンサインを完備に掲揚し、公開中の間は、メインマストに掲揚する。国旗、国旗は、ユニオンフラッグだが海軍では、ユニオンジャックは、艦手掲揚されるが、 これは、軍法会議が進行中であることを合図している場合か、ロードハイアドミラルを含み司令官が上官していることを示す場合のいずれかである。フリートレビューは、君主の前に艦隊を整列させる、官艦,艦式で不規則な伝統である。公式に行われた最初のものは1400年であった。その他に続いている伝統は、オーストラリア海軍と行う、クリケット試合の自圧手ズがある。 第二次大戦終結までは飲酒に関して寛容であり、特に水平らに支給されていたラム酒、後にはグロックに関する逸話が多い。また、軍艦の浸水式には国内で上流されたウイスキーが使われることあるクイーンエリザベスなど、その他の食文化については近世イギリス海軍の食生活を参照。海軍カレーやウイスキーなど一部の文化は、 大きな影響を与えた大日本帝国海軍を、経由し海上自衛隊にも受け継がれている。海軍の司令長官は1964年以降、ロードハイアドミラルであり、イギリス軍全体でも上位の地位にある。実務上の指揮は、ファーストシーロード海軍大将を含む国防会議のメンバーによってなされる。国防会議は、海軍の管理をアドミラルティボードに委任しており、 国防大臣が議長を務める。アドミラルティボードは官邸を管理するネイビーボードを指揮下に置いており、こちらは海軍士官と国防省の公務員からなる。これらはロンドンのホワイトホールにある国防省舎、もっとメーンビルディングに所在している。2016年現在、国への必要性を反映し、1960年代から官邸数は減少が図られた。 しかし、その数は規模としての減少であり、艦艇の技術的発展による能力の向上まで加味しているものではない。1981年に国防省ジョン・ノットの主導で新たな海軍の削減が開始されたが、翌年にフォークランド戦争が勃発した。当時の資源と構造から困難ではあったものの、遠征能力と沿岸活動能力の回復が必要であることが、 明らかになった。冷戦の終結は平和維持活動の一環として世界各地に展開できる航空母艦が必要であった。ボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボ、シエラ・レオネ、ペルシア・アンなどがその代表的な事例であった。また、海賊への対策として駆逐艦とフリゲートの各地へ派遣が必要になった。海軍は1990年代から北、大西洋における 対潜水艦向け艦隊から遠征向け艦隊へと転換させるいくつかの転換計画を実施してきた。収益艦が配備される基地は現在イギリスに、ポーツマス、クライド、デボンポートの3つがあり、この中でもデボンポートは西ヨーロッパで最大の規模を誇る海軍基地である。各々の,の,の基地の指令は代償が務めるが、例えばクライド海軍基地の場合は、 大佐が指令を務め、作戦能力のある艦と小艦隊の潜水艦の供給に対して責任がある。イギリス海兵隊第3コマンド旅団は代償によって指揮され、プリマスに拠点を置く。歴史上、イギリス海軍は世界中に海軍造船所を建設してきた。艦艇にとって海軍造船所はオーバーホールや修理を行う港であった。デボンポート、ファスレーン。 ロサイス、そして、ポーツマスの四つの造船所が、今日も利用されている。イギリス海軍及び、予備艦隊所属の陸上施設には、HMNB、ハーマジェ、エスネーバルベース陛下の基地の位の頭文字が付けられる。将来の海軍士官のために、最初の訓練を行うアカデミーはダートマスに所在する、ブリタニア海軍兵学校である。かなりの海軍兵が国防省や、 ディフェンスエキプメントサポートへか、陸軍や空軍との連絡員になる。少数が国外の政府機関や合同海上部隊といった多国籍艦隊、例えばアメリカ海軍へ派遣される。2018年11月現在、股艦の名前についてはイギリス海軍艦,艦艇一覧を参照。イギリス海軍及び予備艦隊所属の戦闘艦艇には HMS。 ヒズワハーマジェ、エスシップ陛下の船の位の頭文字が付けられ、補助艦隊所属の補助艦艇にはアーフ、ロイヤルフリートグシリリーの頭文字が付けられる。イギリス海軍の軍艦機には、ホワイトエンサイン、ザ・ホワイトエンソンが定められており、補助艦隊は、ブルーエンサインの一種を用いる。艦艇には、アメリカ海軍と異なり、分類シンボル、ハールクラセファケーションシンボルではなく、 ペナントナンバーが付与される。古くから利用されている陸上施設は、慣習的に官邸とみなされることもあり、正式な基地名は別に、HMS の名を有することがある。デボンポート、HMNB デベンポートの一部区画は、ドレーク、HS ドレークとも呼ばれ、敷地内には、穂が腫れるマストが設置されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。